七夕章は日本中央競馬会が福島競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。競争名の七夕は五節句の一つで7月7日の行事。折姫星に女性が義芸への上達を祈れば叶えられるとされ、奈良時代から貴族社会では星祭りをしていたと言われる。近世では民間にも普及し、現代でも各地で祭事が行われている。 聖章は、福島県知事賞、福島商工会議所会頭賞、第51回七席賞の優勝例を着想した、グランデッツアターフビジョン裏へ設けられている、ローズガーデン。七夕賞にちなんで天の川を模してデザインされた。1965年に4歳以上の馬による、重傷競争として創設。第1回は、福島競馬場の芝1800メートルで施行された。 1969年、1971年、並びに1975年から1979年は10月に開催されたが、施行時期が名称に合わないことから、1976年から1979年は、競争名を東北記念に改称して施行。その後、1980年からは施行時期が夏季開催に戻されたことから、 七夕省の名称が復活し、合わせて、試行距離も芝2000メートルに変更した。1984年から、グレード制試行により、議員に格付け。1995年からは混合競争に指定され、外国サンバが出走可能になったほか、2002年からは、特別指定交流競争に指定され、地方競馬所属馬も出走可能になった。また2006年から、 国際競争になり、外国馬も出走可能になった。2006年からは、下記競馬を盛り上げるために設けられた、サマー2000シリーズの第一戦に指定されており、夏の中距離チャンピオンを目指す馬が集結する。負担重量は1972年と1973年が別邸で行われたほかは、ハンデキャップで定着している。馬場内広場にあるターフビジョンの裏には、 ローズガーデンが設けられている。ローズガーデンは、七夕章にちなんで、天の川を模してデザインされ、2013年の春に造成された。以下の内容は、2017年現在のもの。出走資格、サラ系3歳以上負担重量、ハンデキャップ2017年の一着賞金は4200万円で、以下2着1600万円、3着1000万円、4着620万円。 5着410万円。2009年に行われた第45回式摘賞で勝利した宮城ランベリコース種別を記載していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第12回から第15回が東北記念、他は七夕賞。各回競争結果の出展。ありがとうございます。